質疑を行います。浜口誠君。国民総信用空間の浜口誠です。今日は各大臣の皆さん、よろしくお願い申し上げます。まず雇用調整助成金の特例措置につきまして、田村大臣にお伺いしたいと思います。現政府のですね、方針につきましては、4月末まで特例措置延長と、で5月以降はまあ段階的に縮減という方針が示されておりますが、まあ、雇用情勢、これどうなるか分かりませんので、雇用情勢によっては、5月以降もですね、特例措置延長すべきだというふうに私は考えておりますけれども、大臣のご所見をお願いします。田村厚労大臣。5月以降はですね、4月までは今の状況でありますが、5月以降は、雇用情勢が急激に悪化しない限りはですね、本則に段階的に戻していくということでありますが、一方でその、非常に感染が拡大している地域、これは緊急事態宣言が出ているとか出ていないとか関係なしに、感染が拡大している地域、これはまん延防止措置もそうですね、それもまあ関係ないという、一般的にどう判断するかというのは、その時の判断だと思いますが、感染が拡大している地域、もしくはですね、非常に状況の悪い企業、こういうものに関してはですね、一定の特例的な対応を5月、6月という形で続けると、今、その内容を今、詰めておりますけれども、そういう状況でございます。いずれにいたしましても、今の状況はまずは4月いっぱいと、で、雇用情勢が急激に悪化がすれば、それは先ほど言った悪化しない限りですから、その裏返しはそういうことになるんであろうというふうに考えております。浜口誠君。はい、じゃあ、悪化すればというか、悪い状況が続けば延長するというふうに受け止めましたけど、それでいいですね、確認です、これ、しっかり言ってください。田村厚労大臣。なかなかそう言いづらいんです、要するに急激に悪化を、ね、しなければ、段階的にそれを本則に戻していくということですから、その裏はそれぞれご理解いただければ、ご判断といいますか、それをご理解いただければありがたいというふうに思います。浜口誠君。はい、では段階的に縮減するときの基準、判断基準はどう考えておられますか。客観的、具体的なですね、基準を持って判断されるのか、どのような基準でですね、判断するのか教えてください。田村厚労大臣。失業率でありますが、休業者の数ですとか、そういうものもあるんですが、それ以外にやはり、感染状況というものがどういう状況かということも当然その中に入ってくるので、あまり事細かく基準を作ると、弾力的な対応ができませんので、そこは全体としてですね、判断をさせていただくということであります。浜口誠君。はい、ぜひですね、いろんなデータをですね、十分加味していただいてですね、慎重に、縮減するんであれば慎重に判断していただきたいなというふうに思っております。でさらにですね、この縮減するときに、今、特例措置、いろんなですね、項目の特例措置が対象になってますけれども、一律に縮減するんではなくて、企業の皆さんからはですね、生産要件とか規模要件、これは残してほしいというのもありますので、これですね、いろいろ企業の皆さんの意見も聞いていただいて、慎重かつ丁寧に縮減項目については判断していただきたいと思いますが、いかがですか。田村厚労大臣。今、助成率でありますとか、日額の上限でありますとか、あと生産量要件、それから休業規模要件なんかもですね、緩和しております。で、これをどうするかというのはですね、その時の雇用の状況でありますとか、感染の状況、こういうものを踏まえた上で判断をしてまいりたいというふうに考えております。浜口誠君。はい、ぜひいろんなですね、企業の皆さんのご意見、しっかり聞いていただいてですね、丁寧な議論をした上で判断していただくことを重ねて求めておきたいと思います。続きまして、梶山大臣にですね、お伺いしたいと思います。半導体のですね、供給不足、今、世界中でですね、半導体の供給不足、大変課題になっております。で、足元ではですね、茨城の半導体の工場が火災でですね、さらに大きな影響が出ております。で、この工場のですね、再開に向けては、少なくとも1ヶ月はかかるんじゃないかと、もっと長い期間がですね、再開までに要するんじゃないかというようなことも言われております。これ、非常にですね、重大な状況ですので、政府として、この火災された工場のですね、生産再開に向けて、しっかりとした支援をお願いしたいというふうに思っておりますけれども、どのような対応を取るのかというのが1点目。もう1つはですね、世界的な半導体不足で、日本企業、半導体不足の影響が非常に広がっております。
ぜひ政府としてですね、日本企業向けの半導体について、海外の半導体メーカーに対して、日本企業向けの半導体をですね、生産するように要請するなどですね、政府としてしっかりとしたバックアップをですね、ぜひお願いしたいなというふうに思っております。この2点についてお伺いします。梶山経済産業大臣。先週金曜日3月19日に発生しました ルネサスエレクトロニクス中工場の火災を受けまして、3月21日、同社の柴田社長は記者会見にて、今後1ヶ月以内の生産再開を目指すということを表明したと承知しております。また工場内にある合計1ヶ月分の歯科仮品の出荷も順次再開をしていくということと、今、流通途上にある歯科仮品、これがどのくらいあるかということも今、調査をしているところであります。それらを受けて、自動車向けをはじめとする半導体が、自動車メーカー等にどのような影響があるかということを、メーカー各社において今、サプライチェーンの影響を精査中と承知をしております。経済産業省におきましては、先週金曜日の火災発災当日から、ルネサスエレクトロニクスや関係企業、団体と緊密に連携して対応に当たっているところであります。代替となる製造装置の調達迅速化や、代替生産の確保の要請と、中工場の早期復旧に向けてしっかりと経産省として取り組んでまいりたいと考えております。半導体は自動車から電気機器まで幅広く使用されており、産業の根幹を担う重要な部品であります。また、世界で今、半導体不足、また半導体の囲い込みという状況が起きておりますので、海外メーカーにも向けて、また海外政府に向けても、そういったことを、今、委員がおっしゃったようなことを働きかけてまいりたいと思っております。浜口誠君。具体的に政府として、海外の半導体メーカーに対して要請しているということは行われておるんですか。梶山経産大臣。現状ではまだであります。浜口誠君。今後具体的なアクションを取られる予定はありますか。経済産業省平井博秀商務情報政策局長。お答え申し上げます。半導体については主要生産国でございます台湾、主要地域と申し上げた方がいいのかもしれませんけど、台湾のメーカーおよびその政府代表機関といったようなところについても我々からのお願いということで、すでにお話をさせていただいているところもございますし、引き続き今回のこのルネサスの問題につきましても、すでにそうした会社への協力要請というところについて、我々の方からもお言添えをさせていただくということでございます。浜口誠君。ぜひですね、政府として大変企業ですね、日本の企業、半導体不足で影響が広がってきておりますので、しっかりとですね、外国のメーカーに対してもですね、日本向けの半導体生産していただくようなですね、働きかけを強力にしていただくことをですね、重ねて要請しておきたいと思います。で、一方でですね、半導体もそうですし、あとレアメタルですとか、あるいはバッテリーとかですね、こういった重要部品はですね、最先端の製品に使われる、非常にですね、必要不可欠な部品になってきております。で、さらにこういった部品はですね、国の安全保障ですとか、あるいは産業競争力に直結しますので、こういったですね、重要部品については国内の生産拠点を確保していくだとか、レアメタルについては政府としてですね、しっかりとした安定供給をですね、していくための仕組みを作っていくというのは、これからますます重要になってくると思いますけれども、政府の見解をお伺いしたいと思います。梶山経産大臣。委員おっしゃるように、半導体、レアメタル、自動車から電気機器まで幅広く使用されるなど、産業の根幹を担う重要な部品や材料であると思っております。メーカーであったり、また国であったり、レアメタルの囲い込みのようなことも出てきておりますし、しっかりとこれ、確保していかなければならないと思っております。官民を挙げて、国内の生産拠点の整備を促すとともに、一か国だけに依存しない多元的な供給体制を構築すべく、諸外国の動向を踏まえて、サプライチェーンの強靭化を進めていく必要があると思っております。このために、先ほど申し上げましたとおりで、令和2年度の第一次補正、予備費および3次補正予算において、サプライチェーン強靭化のための予算を措置をしているところであります。
具体的には半導体、車載用電池など生産拠点の集中度が高く、サプライチェーン途絶リスクによるリスクが大きい重要な製品、部素材について5000億円を超える規模の予算を確保して設備投資の支援を実施をしてきているところであります。またレアメタルにつきましては短期的な供給障害等に備えるため国家備蓄を実施しておりますけれども、さらに南アフリカ諸国との共同地質調査を通じた資源国との関係強化や日米欧3極クリティカルマテリアル会合を実施してサプライチェーン強化に向けた協力を行っているところであります。さらに半導体デジタルインフラに関する新たな産業政策を検討していくために本日半導体デジタル産業戦略検討会議を開催をする予定となっております。今後も必要な対策についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。浜口誠君、はい、半導体とかですね、バッテリーの国内生産をしっかり確保していくという点については、大臣もしっかりやっていくということをですね、ぜひ表明していただきたいと思います。梶山経産大臣。先ほどのサプライチェーンの補助金で具体的な案件も出てきておりますので、しっかり確保してまいりたいと思っております。浜口誠君。はい、続きまして、同一労働、同一賃金につきまして、田村大臣にお伺いしたいと思います。昨年の4月から大企業においてはですね、同一労働、同一賃金適用と、で、中小企業は来月からということになります。これ、非常に重要なですね、非正規の方にとっては大事な取り組みだというふうに思っておりますけれども、現時点のですね、対応状況についてで、それを政府としてどう評価しているか、この2点、お伺いしたいと思います。田村厚労大臣。おっしゃられましたとおり、昨年4月からですね、大企業においてはもう施行されておりますし、この4月からいよいよ中小企業が始まりますが、労働政策研究研修機構、JILPT とよく言いますけれども、ここの去年の10月の調査によりますと、301人以上、いわゆる大企業の状況、それからこれ、9割ですかね、それから300人以下の企業は8割、これは対応中、もしくは対応済みということでございますので、対応、かなり広がってきているなというような、われわれ意識は持っておりますが、いよいよ中小企業の方がなかなか大変だというのは、以前からお話をお聞きをいたしておりますので、中小企業はしっかりとですね、この同一労働、同一賃金、これを実施していただくためにですね、われわれとしては周知の方をさらに進めてまいりたいですし、法施行後はですね、履行状況等々も確認しながら、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。浜口誠君。そうした中でですね、在宅勤務についてはですね、正社員の方は在宅勤務、リモートワークできるんだけども、非正規の方はなかなかしづらいというようなですね、点も指摘されております。この在宅勤務も、同一労働同一賃金の概念の中に入ってくるというふうに思っておりますけれども、非正規の方にですね、しっかりと在宅勤務を広げていくために、政府としてどのような対応を取っていくのか、お伺いします。田村厚労大臣。雇用形態の違いのみをもってですね、不合理な中においてですね、この待遇が違うってこと自体、これは同一労働同一賃金、パートタイム労働法、有期雇用労働法等々のですね、趣旨に反するわけでありますので、そういう意味ではですね、このガイドラインに関しまして、ガイドラインといいますか、テレワークガイドラインの改正をこれを行うということでありまして、経団連には今もですね、そういうことをぜひともお願いいたしたいということは、これはお願いをいたしておるわけでありますけれども、合わせてこの検討会の報告書においてもですね、そういうご意見をいただいておりますので、これはガイドラインを改定をいたしまして、しっかりとですね、徹底してまいりたいと思いますし、もし、そのような状況になっていないということがあれば、これは我々個別にですね、いろいろと話をお聞かせをいただきたいと思いますし、場合によっては指導もしていきたいというふうに思っております。浜口誠君。はい、ぜひ非正規の方もですね、コロナ禍ですから、雇用形態によらずですね、リモートワーク、在宅勤務できる体制をしっかり整えていくということは、政府としても強くですね、進めていただきたいというふうに思っております。で、そうした中で、先ほどですね、同一労働同一賃金の状況についてはご答弁いただきましたけれども、中小企業を来月からです、具体的にですね、中小企業の皆さんへの支援策ということで、政府としてどのようなことをですね、考えておられるのか、この場でですね、ご紹介いただきたいと思います。田村厚労大臣。これ、届けの労働局でですね、ウェブでいろんな情報発信をしたりでありますとか、
あとはこれ働き方改革でございますので、その意味では支援センターの方から例えばですね、個別にダイレクトメール、中小企業にこういうものを送らさせていただいたりでありますとか、あと労務管理の専門家等々が出張っていって、いろんな働きかけをしていただきたいでありますとか、さらにはですね、そのワークショップのような形、それからオンラインでのですね、セミナーみたいなこともやらせていただくと、でさらにはですね、中小企業に分かりやすい、周知する、いつもこれやってるんですが、周知用の資料ですね、こういうものもしっかりと作った上で、対応していきたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、もうおっしゃられる通り、中小企業にしっかりとこれはご理解をいただかないことには進んでいかないことでございますので、我々としてもですね、しっかり中小企業の皆様方にもご理解をいただいて、納得して対応いただくように努力してまいりたいというふうに考えております。浜口誠君。はい、コロナ禍においてですね、一番影響を受けた方は非正規の皆さんだというふうに思っておりますので、ぜひ中小企業の皆さん、大変な状況もあるかもしれませんけれども、同一労働同一賃金しっかりとですね実施していただけるように、政府としてもですね力強く支援していただきたいというふうに思っております。では続きまして、児童手当の見直しに関して坂本大臣にお伺いしたいと思います。児童手当子育て支援はですね、まさに社会全体でですね負担を分かち合って子どもたちの成長、学びを支えていくという考え方がですね、非常に重要だというふうに思っております。で、政府もそういう考え方でですね、これまでも対応していただいているというふうに思っておりますけれども、基本的なですね、政府の子育て支援策に対する財政面の考え方をお伺いしたいと思います。坂本国務大臣。コロナ禍の中で、このまず、結婚、出産、この推移についてですね、非常に私自身としては危機感を持っております。そういう中で、児童手当につきましては、子育て対策として、不妊治療の助成、そういったそれから中小企業への助成、こういったものをやってまいりました。で、そういう中でやはり一番私たちの最終的な長年の懸案でありました、待機児童の解消、これをどうやってやっていくかということで、新子育て安心プランにおきまして、令和6年度までに、4年間で14万人の受け皿を作るということで、最終的な解決を図るということにいたしました。運営費として、7年度の時点で1400億円のやっぱり予算が必要に、運営費が必要になってまいります。そういう中で、私も経団連、あるいは日本商工会議所、また中小企業団体連合会、そして商工会議所連合会、こういったところに足を運びまして、社会全体で少子化、あるいは子育て、こういったものをやっていくということで、400億円の中で、なんとか民間の経済団体の方で拠出をしていただけないかということをお願いをして、経済団体の方から1000億円拠出していただくことになりました。そういうことで、私たちの方で400億円国費として出すわけですけれども。そういう中で、今回、年収1200万円相当以上の方に対する月額5000円の特例給付の見直しを行うということにしたわけであります。そういう中で、総合的な少子化対策を進める中で、長年の懸案である待機児童対策というものを最終的なものに対して最終的な解決を図ると、そういう中で全体のバランスを取りながら、この子育て予算、あるいは少子化対策、そういったものをやっているということで、ご理解をいただきたいというふうに思っているところであります。浜口誠君。社会全体でですね、みんなで負担を分かち合うんであれば、やっぱり予算、本予算の中でしっかりやるべきだと思います。先ほど370億円、約400億円ですね、捻出をするという話ありましたけれども、今年度の政府予算は106兆円ですよ。370億円はですね、その割合でいうと 0.00035% です。
なぜこのですね、370億円が拠出できないんですか、本予算で。しっかりとですね、待機児童予算が必要であれば、予算の中から確保していく予算をですね、つけていく、このことが大変重要だと思いますけど、いかがですか。坂本国務大臣。保育の運営費というのは、一時的に370億円、360億円、そういったことになってまいりますけれども、法律上、毎年度支出が義務付けられている、恒常的な予算でございます。制度の見直しによりまして、安定的、恒常的な財源が必要であることから、企業の方からは追加拠出として、追加拠出をしていただいて、一方の方で、児童手当の見直しによる生じる財源をその活用するということにしたところでございます。そういうことで全体を見ながら、社会全体で、拠出もしていただく、私たちの方としても、できる限りの財源手当をしていくということで、予算措置をしているということをご理解いただきたいというふうに思います。浜口誠君。理解できないから何回も聞いてるんであって、ぜひですね、本当、見直してくださいよ、子育て世代の方からはですね、強い意見が出てます、なんで私たちをですね、ターゲットに、子育て世代を分断するようなことをやるんですかという意見も強くいただいておりますから、ぜひ見直しをですね、検討していただきたいと思います。また今回のですね、県で289億円、システム改修費と事務費でかかります、なんでこれだけかかるんですか、その点を教えてください。坂本国務大臣。システム改修費につきましては、令和4年度から、この今回の、児童手当の見直しを行いますので、令和3年度に今言われました289億円、このシステム改修を行うことにしております。今までは紙ベースで、それぞれその現況届けというものをやっていただいておりました。子どもが何人いる、何人いた、あるいは家族が何人になったということをしながら、届けていただきながら、そして児童手当というものを手当てをしていたわけですけれども、このシステム改修をすることによりまして、やはりこの紙ベースでない、そして横の連絡も取れることになるということで、非常に合理的なシステム改修になっていく、長期的に見れば、これは非常に今後の子ども手当、児童手当、その他を計算していく上で、適切なものであるというふうに考えて、そして289億円の予算措置を令和3年度にしているわけでございます。ご理解いただきたいと思います。浜口誠君。いろいろ聞きたいことありますけど、以上で終わります。ありがとうございました。梶山大臣と坂本大臣と梶山大臣。退席いただいて結構でございます。関連質疑を許します。